これより我が息子浦部幸とは結びの儀に入る。行ってこい幸人。このレバーを、え、私あそこの食堂で働いてるアルラルって言います。どっかで見たことがあるようなファンタジー世界。やっぱりこれは夢にまで見た異世界生活。この1ヶ月俺がやったことといえば農作業、家畜の世話、酒造り。俺が思い描いていた異世界生活とはだいぶ違うが、案外悪くないのかもしれない。あれは？この国には修正制度といって、国からの指示で自らの命を絶つ決まりがあるんです。なんでこいつらが死ななきゃならない？御霊様は必ず救ってくださる。おい、救えよ。救ってみせろよ。ユキト！やっと呼んでくれた。やっぱりユキトは僕がいないとダメなんだから。しおり、暗い恐怖に沈め。僕は御霊、君の神様だ。この世界、宗教と神を作り出す神なき世界の神様活動。2023年4月放送開始。嘘、僕の信者いなさすぎ。え？